ああ今日から新しい家庭教師の先生か緊張するなお邪魔しますあ<お>今日から君の家庭教師になりますよろしくお願いします名前はお湯を言っていこうかな <laughs> えっとじゃあ<あ>早速やろうかうんえっ、ー、と中学二年生だよねはいなんでもこう学校の宿題が苦手って聞いちゃってそれだったらあの先生ビシバシ教えていくから先生あの大学生だからでそれなりにいい大学行ってるからえー、どれかわからないの これなんですけど。これ？はい。これ簡単だよ。冷静に考えてごらんよ。ほら、冷静に考えてごらん。例えばこのカッコとかける割るどれを順番どれからやるかこれが大事だから。なるほど。そう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 よくできるじゃん。うん、これがここからこっ、うん。そうそうそうこうやったらいいんですよね、うん。うわ、なんか君とは気が合いそう。なんかさ、ほら休みの日とかも遊びに行こうよ。例えばさ、あのハンバーグ食べに行ったりとか。なんかこの、うん、家庭教師のとこって、うん、なんか。 あれですか、なんかチェンジとかってできるんですか何をあ、もちろんチャレンジはするよ、いろんなことあ、チャレンジじゃなくて、うん、あの先生をチェンジさせてもらうことってできるんですか、うん、あ,あ、もちろんそういう制度もあるうんなるほど,などうしたのなんでいや、<laughs> あるのかなと思ってあ<ー>、はい、そう、じゃあね、まずこっからやっていこううん休みだとかほんに遊ぼうねうん<あ>例えばさ、公園行ったりとかさあ、なんだったら野球観戦とかしないこれこうですか、うん 全然違う。そもそもこれかけちゃダメだから。あ、そうなんです。あ、そうか。そう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 。すごい上手ですね教え方。あ、ありがとう。で、そもそもこれ逆になってるから。あ、これ逆にして。そで、そもそもコツとしては実はこれほら見てごらん。ほらじゃこうなるから。あ、なるほどこの公式に当てはめて。そう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 。あ、ちょっとチェンジで。うん、なんで？顔がすごい教え方もうまくて。 僕も成績多分先生について伸びると思うんですけど、うん、なんか顔が受け付けなくてあのダメなとこがあるんだと言ってほしいんだけど初めてチェンジされたからさあいや首から上がちょっとすいませんあんまり見れなくて先生の顔先生の受け持った子はみんな100%希望の学校に合格してるよ、うん、やろうなと思いますでもそれでもやっぱりチェンジでじゃあ上の方に言っとくよ なんてて言ってたらいいかなうわいい人や中身ほんまいい人やこんなんいきなり言われたら普通怒るはずやのにあじゃあさチェンジは分かったからそれでも日曜日とかは遊ぼうよあそれは勘弁してくださいすいませんすいません先生、うん、すいません,すみません全然すいませんでしたほんまにいい人やのにすいません僕が顔を受け入れられなくてすいませんあじゃああの先、ー、生と一つ約束してください絶対志望校に合格することめっちゃいい人やすいませんでも顔がすいません 顔が受け入れなくてすみません。すみませんでした。チェンジで。うん。チェンジです。ああ、ええ、人やねんけどな。ジャルジャルタワー